もうとろっとしてきましたね、これね。白菜までくたっとしております。はい、どうもチキン野郎です。ということで今回ですね、チキン野郎が作るチキン料理でございます。今回はですね、なんと冬の食材、まあ、これからが旬のね、葉っぱを使って料理をしていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。ありがとうございます。今回はね、チキン野郎です。チキン野郎1枚 300g ぐらい、葉っぱです。白菜、別名白菜です。 300g ですね。あとバター、バター 15g ね。あとのパレナ、甘酒ね。甘酒で作る鶏肉の白菜種なんですよ。ものすごくこの甘酒を使うとすっごくコクが出るんで、これね、やってもらえたらすっごく美味しい。甘酒だったら大体何でもいいんですけども、まあ何でも大丈夫です、はい、牛乳、ミルク、豆乳とかでもいいんですけど、まあミルクがいいかな。はい、以上の食材でやっていきたいと思います。今回はですね、シチューを作るんですけども、甘酒でコクを出していくレシピなんですね。なんで僕もですね、酒でコクを出していきたいと思います。遊びじゃねえんだい。はい、中華人に行こう。調理する前に調理人の調理もしなきゃいけないんで、じゃあいただきたいと思います。いただきます。あー、どんどんコクが増しますね。私料理人自体にコクが出たところで調理開始していきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、白菜なんですけども、これもうちょっとバラバラになってるんですけども、これね、こうやって置いてください。はい、バラバラになってて、包丁で叩くね。で、こっから削いでいきます。削ぎ切りっていうのはちょっと斜めに切っていく。こうすることでですね、このね、白菜のね、表面積が広くなってね、煮物をするときに結構ね、すぐね、くたっと煮えるんですよ。非常に食感が良くなる。こうやって削ぎ切っていくと先端の部分はすぐ煮えますんで、こういう感じでいいんで。最近この切り方大好き。そして鶏もも肉です。あ、鶏もも肉は一口大で。まあまあ小さめ、一口大ぐらいな感じでいいと思います。で、皮付きのままでいいんでね。鶏胸肉とかでもね、できなくはないんですけども、シチューだとね、ちょっと硬くなりがちなんですよね。で、ここで塩コショウパラパラっとしていきます。はい、今回ね、シチューなんですけど、皆さんの知ってるシチューより全然簡単なの。じゃあバター入れますよね。ここにフライパンでできちゃう。で、今回バター、流しましたら鶏肉入れます。皮目からやった方がいいかな。皮目から結構油出てくるんで、皮目ね、できれば焼いてください。まずここで結構焼いちゃう。鶏の皮からね、油出します。油出していくと、それがね、シチューのコクとなってくるんで、バターはね、やっぱりシチューの香り付けになりますんで、入れてください。薄力粉ね、これ、ね、大さじ2杯ね、ここにぶわっと入れちゃってください。まあ、入れたら、まあ、こういうヘラかなんかでこう鶏肉と一緒にね、こう炒めるんです。あんまり炒めすぎちゃうと薄力粉焦げちゃうんで、ある程度で大丈夫です。油と食材と一緒に炒める薄力粉ってね、ダマにならないんで。そしてここに、甘酒です、はい、150cc で、ちょい残しだよね。ちょい残し、これだけだともう本当に甘酒だけになっちゃうんで、ここに牛乳入れるんですね。牛乳と甘酒の威力ってすっごいあるんです。相性がすごくいいの。ミルク入ります。白菜ね、白菜入れます。はい、まあ、ちょっと煮込むということになります。白菜からもね、十分な水分が出ますんで、小さじ1じゃなくて大さじ1でした。今日ダメだね、酔っ払いすぎてる。ちょっとね、強い火で煮込んでいきますね。白菜の甘みと甘酒の甘みと白菜の甘みがね、すごく合うんですよ。トロトロになったらもうね、トロ、これがポコポコになってきて、ちょっと蓋して煮込みましょう。この時は弱火でいいですから。弱火で白菜がトロッとしたまで煮込みます。はい、それではですね、結局ね、15分ぐらい煮たかな。15分煮たのがこちらです。もう
とろっとしてきましたね、これね。白菜までくたっとしております。はい、15分で出すと結構とろっとしますんでね。僕はね、ちょっと黒胡椒効かせた方が美味しいと思ってるんで、黒胡椒をかけて、ちょっとスパイシーな香りをつけて、完成になります。じゃあ持っていきます。大体もう 2,3 人前ぐらいはあるとは思うんですけども、あのシチューはね、なんかじゃがいも入れなかったりいけなかったり、人参入れなきゃいけなかったり、いろいろあるんですけども、今回はね、鶏と白菜と甘酒、あの彩りで、おお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 、はい、おいブラックペッパーとおいポポポです。はいはい、先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではやっていきましょう。食べていただきます。ワインでしょう。じゃあいただきます。白菜もとろけてますね。おお、この味だ。うまっ。コンソメと牛乳と甘酒だけとは全然思えない深みがありますね。めちゃくちゃ美味しいです。甘酒の甘みが違和感がなくてマッチングしてます。甘みがいいですね。鶏ガラの旨味もシチューのルーに溶け込んでて非常に美味しい。粉チーズです。あ、ちょっとかけすぎちゃった。あ、かけすぎちゃったけど、かけすぎちゃったぐらい美味しいかな。いただきます。チーズ超合う。甘酒でできたこのコクとチーズの深みがめちゃくちゃ合いますね。これに白ワイン作った方がいいよ、みんな。てつや、ごはんよ。美味しそうだし、この香りで飲める。とろとろタキタキってやつ。いただきます。優しいね。深みがあるだろう。甘酒感あんまないよね。甘酒感は分かんないけど、若干甘み、甘み、うん、甘酒なんです。これできた時ね、ガッツポーズだった。これはかなりのワイン泥棒になる。ワイン泥棒になる。いただきます。美味しい。相性いいっしょ。甘酒もそのちょっと発酵させてるような感じの甘みがあるから、チーズとね、相性がいいんすよ。ごちそうさまです。よいしょ。はい、ということで皆さん、今回の動画どうでしたでしょうか。甘酒白菜酒ダイル2つでできますので、これぜひやってみてください。すごい深い、うまみ、それなんか奥行きあるでしょ。都内ね、あの猫ちゃんのさ、あれあるでしょ、あのね、スク、ね、3D で、あの動くスクリーンの画面、画面、画面、うん、ああ飛び、特異的な話をしてるの今。飛び出てくる、飛び出てくる、猫ちゃんが飛び出てくる。それから昔のカード出すの嫌い。ちょっと斜めにすると、あの悟空がスーパーサイヤ人になる。そうだね、ドラゴンボールのね。それぐらい奥行きがある。うん、昔剥がす、そうだね、裏キラみたいな。そう、裏キラーがあった。キラっていう言い方がもう裏キラキラって言うでしょ今。いや、レア、レアです。キラカード、レアカードですね。裏キラ、裏キラ。